はい、今回はですね、佐久間奈々さん失踪事件について、ちょっと僕の思う考察を述べていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。リスナー様、この佐久間奈々さん失踪事件という、事件、ご存知でしょうか。ちょっとね、事件のことについても触れていこうかなとかっていうのは思うんですけど、ほとんどわからないっていうような感じで、もちろん僕もわからないんですよ。多くの謎を含んでる、事件なんですけれども、いろいろ考えると、こうなんじゃないかな、あるいは、このように考えられるんではないかなっていうことを、ちょっと僕なりの解釈を、お伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まずですね、この、佐久間奈々さん、失踪事件っていうのはですね、千葉市の、若葉区でね、女子中学生の、女の子、佐久間奈々さんっていう方が、行方不明になったっていう、この事件なんですよ。1991年に、起こっている事件なんで、今から大体もう30年ぐらい前の事件になりますね。でね、これっていうのは、多分他の方もおっしゃってるとは思うんですけど、僕はまたちょっと解釈っていうか違うっていうか、こういうふうには考えられないかなっていうのは、結構精一杯思うところがあるんですよ。この佐久間奈々さんを含む、他の3人かな。全員女子中学生が、今で言うっていうか、昔お泊まり会みたいなことをしてたんですよね。中学校1年生の女の子が4人で、お泊まり会をしていたと。で、夜中にお腹が減ったから、何かを買いに行こうかなっていう感じで行ったんですけど、その当時ね、今から30年ぐらい前なんで、あと、この千葉市の若葉区っていう、そういう場所の特徴もあるのかもしれないんですけれども、家の近くにコンビニがなかったんでしょうね。だから家からコンビニまで、遠い距離があったんですよ。自転車で約30分ぐらいの距離があったっていうことが分かってるんで、で、その、行く途中は大丈夫なのかな、大丈夫っていうか、行く途中は何にもなかったんですけど、そのコンビニから帰るときに、この起こった事件なんですよね。で、一体どういうことなのかっていうと、そのコンビニから家に帰るまで約30分の自転車の帰り道のところで、道路に木が倒れていて、その倒れた木にね、転んでしまったっていうか、自転車で倒れてしまったっていう、そういう感じみたいなんですよ。で、その夜だし、倒れてたところにね、後ろの方から不審な男が来て、その女子中学生の、4人組のね、人に対して、歩道員のふりをしてね、近づいてきたと。で、この4人いた中から佐久間奈々さんをだけを連れ去って、他の3人を帰らせたっていうことです。で、ここにもちょっとね、ここにもっていうか、ここにちょっと注目した方がいいと僕は思うことがあって、4人女子中学生がいたにもかかわらず、なんで佐久間奈々さんが誘拐されたのかなっていうところが疑問に思うわけですよ。で、ちょっとそのことを頭に入れといていただいて、その残りの女子中学生3人が、家に帰った。家って言っても、この佐久間奈々さんの家だったんで、家に帰ってもね、鍵がなくて入れなかったっていうことなんですけれども、その家に帰って、アパートかな、アパートに帰って、3人の女の子がね、話をしていても、なかなか帰ってこないからって、これもしかしたら誘拐とかっていう事件なんじゃないかっていうことに不安を感じて、親とかに連絡して、そこから警察に行って、警察が動き出したっていう、そういうようなことなんですよ。で、リスナー様にお話ししたように、もちろんね、真相っていうのは分からないです。で、そう分からないものを分かるとかっていう、そういう別に嘘も良くないんで、そんなことは言わないですけど、僕がね、ちょっとこれいろいろやっぱ調べて、リスナー様も思うかもしれないんですけど、4人いるわけですよ、女子中学生がね。なんで1人だけ誘拐されたのかなって、そこをちょっと真剣に考えてみますっていうことです。だ、一体どういうことかっていうと、なぜ佐久間奈々さんだけが誘拐されたっていう事件なのかっていうことね。
で、やっぱりこの佐久間奈々さん失踪事件っていうのは、注目点がそこに入るわけですよ。なんで、女子中学生4人なのに、まあ、1人誘拐されたのかって。でね、ここでよく話に、まあ、出るんですけど、今回は多分違うんじゃないかと思うんですけど、北朝鮮の拉致の話とかっていうのがあるんですけど、ちょっと考えづらいですよね。北朝鮮にもし拉致をするんだったら4人、全員行くでしょうし、なんで1人だけなのかなっていうところにも違和感があるんですよ。で、ちょっとこのことを調べていったら、まあ、わからないけど、もしかしたらこういう可能性があるんじゃないかなっていうようなことを、まあ、僕が思うんで、そのことをね、お話ししていきます。この佐久間奈々さんっていう、まあ、中学生の女の子の、まあ、特徴って言いますか、まあ、特徴ですね。それっていうのは、まあ、いろんな情報を調べると、まあ、一言で言うと、まあ、そのアイドル級に可愛いっていうことが言われてるんですよ。で、そこから考えてですよ、これもしかしたら、この4人でね、いるところを1人だけ誘拐されたっていうけど、そうではなく、これもともと狙われたんじゃないかなっていうことを僕は考えるわけですよ。アイドル級に可愛いっていうことだからね。で、まあ、表現がちょっとうまく言えないんで申し訳ないんですけど、女の子4人がいるところの中で、この佐久間奈々さんっていう人だけを誘拐したっていう、さもこれ、偶然を装ってるけど、実はもともとこの可愛いって女の子を狙っていたんじゃないかなっていうことを僕は思うんですよ。わかんないんですよ。警察もこの後ね、まあ、どういうふうになってるのかって調べても全く情報がわからないっていうことなんで、この事件っていうのはもうまた真相が闇の中に入ってしまってるんで、ちょっとわからないんですけど、僕は、まあ、わからないけど、この佐久間奈々さんっていうこと、方が、女性の方が、アイドル級に可愛いっていうことで、まあ、そのことが原因で、前々から狙われたんじゃないかなとかっていうことを思います。で、まあ、最後にっていうかね、まあ、ちょっと僕が思うところなんですけど、そのことをお話しさせていただきたいと思います。このね、まあ、千葉の、まあ、佐久間奈々さん誘拐事件っていうのはね、まあ、その後30年経って、今も、まあ、未解決の失踪事件ということになってるんですよ。で、この佐久間奈々さんのね、まあ、誘拐事件というのは、時とともに時効を迎えてしまったので、まあ、未解決事件ということになってしまってるんですよ。ただね、まあ、ここから話す話っていうのは、まあ、僕の、なんていうのかな、まあ、こういうふうに解釈してるっていうことなんで、もちろん正しいかどうかっていうのはわからないし、まあ、リスナー様のね、そのご判断に任せるんで、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ですっていうことで、ご判断をお任せしますっていうことなんですけど、まあ、おそらくですよ、まあ、嫌な話ですけど、この、まあ、可愛いっていう、ね、アイドル級に可愛いっていうこの佐久間奈々さんが、もともと狙われていたっていうこと、まあ、偶然を装って必然的に、まあ、誘拐されたっていうことなんですけれども、ここから考えられる可能性っていうのは、おそらく、まあ、このように、まあ、可愛い女の子っていうことなんで、まあ、日本国内ではなく外国に、行った可能性がありますね。外国のペドフェリアの対象になったんではないかっていうことです。この当時からね、そういうペドフェリアとか小児性愛っていう概念があったのかどうかっていうのはわからないですけれども、ね、リスナー様にお話したことがありますけど、日本の子供っていうのは、まあ、外国でもそうですけど、小児性愛に関して重宝されるっていうことが言われてるんですよ。まあ、日本の子供って可愛いからっていうことでね。で、そうなってくると、まあ、真剣な話ですけど、この佐久間奈々さんっていうアイドル級に可愛かった女の子をあらかじめ犯人が狙って、まあ、その例えば4人でいるところを、まあ、偶然のことを不利を装って、まあ、何ですかね、そのペドフェリア、小児性愛を目的で、外国に、まあ、出したんじゃないかっていうようなことが考えられますね。だ、事件の後に、この誘拐事件の後に外国に連れて行ってしまったっていうことであれば、まあ、日本を探しても見つからないっていうとも、話の辻褄が合うんじゃないかなっていうようなことですね。だ、これっていうのはね、まあ、よくリスナー様にお話しさせていただきますけど、まあ、未解決事件とか、まあ、誘拐事件とかっていうことを言われてますけどね、日本の子供っていうのは消えること率が、1年間で一定数消えるってことは言われてるんですけど、この事件っていうのは、日本の誘拐事件とか日本の失踪事件というふうに言われてますけど、その裏っていうのにね、その世界の闇が関係してるんじゃないかって、このペドフェリアっていう小児性愛の問題が密接に関係してるんじゃないかなっていうことを、まあ、ちょっと僕は思いますっていうことで、ね、とてもこの佐久間奈々さんの、
失踪事件、未解決事件というのは悲惨な事件だとは思うんで、まあ、もう30年ぐらい経ってしまってるんですけどね、無事に、まあ、生きていることを、まあ、祈ってますということで、まあ、今回はちょっとね、この佐久間奈々さんの失踪事件ということについて、僕なりに思うところをお話ししてみましたということで、今回の音声、ここで終わらせていただきます。皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。